皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画の13回目、今回は What の疑問文、これについてお話しします。これまでも疑問文の作り方勉強しました。疑問文にははい、いいえ、つまりイエス、ノーで答えられるものとそうじゃないものがあります。 What の疑問文は何、こう聞く疑問文ですから、イエス、ノーでは答えられない疑問文になりますよね。じゃあ疑問文の作り方、これまでの勉強と違うのかというと、いや、そんなことはないんです。これまで勉強した疑問文の作り方、これを元にして What の疑問文もできています。では例を4つ挙げて説明していきます。例の1番では That's a new restaurant. That's a new restaurant. あれは新しいレストランです、こういう文章ですよね。これを疑問文にするときには That's の部分は That is、 これを短くしたものでしたから B 動詞が入っています。 B 動詞が入っている疑問文は B 動詞を主語の前に出す、つまり That is ですから Is を That の前に出せば Yes, No で答える疑問文になるわけですね。ですから Is that a new restaurant?で、クエスチョンマーク。Is that a new restaurant? あれは新しいレストランですか?そうだったら、Yes, it is. 違ったら、No, it is not. または、No, it's not. こうなりますよね。これ、ざっとで聞いているんですけれど、答えは、It を使って答えるんでしたね。じゃあ、何って聞きたいとき。あれは何って聞きたいときですね。つまり、A new restaurant.この部分を聞きたいときには何ですから What、 これを一番前に出します。 What、 そして疑問文ですから B 動詞主語の順番になって What is that、 ね、ここの部分を聞くのでここの部分はなくなりますよね。もちろん What is を短くして What's that? これでも構いませんね。What's that? の What's はアポストロフィー S ね。What is を短くした What's こうなりますよね。で、What is that? ですから答えるときには Yes, No で答えられない。どう答えたらいいかというと It's a new restaurant. It's a new restaurant.ああ、それは新しいレストランですよと。こう答えればいいんですね。ですから、It's、 もちろんこれ、It is を短くした形ですね。It's a new restaurant。で、こう答えます。では、例の2に移りますね。次の文は Your favorite subject is music. Your favorite subject is music. あなたの大好きな科目は音楽です。これを疑問文にするとき、ね、ここに B 動詞がありますから B 動詞の is を、主語の Your favorite subject、 この前に置いて isYour favorite subject music? Question mark. Is your favorite subject music? あなたの大好きな科目は音楽ですか?を Yes, No で答えられる疑問文、これになります。そして何が
あなたの大好きな科目ですか？とこう聞きたかったら、つまりミュージックの部分が答えになる疑問文を作りたかったら、何の What を前に置いて What、 その後ろはこの上にある疑問文、これは順番に並んでいけばいいんですね。 What is your favorite subject?でミュージックの部分は聞くので、ミュージックの部分はなくなりますね。 What is your favorite subject? こうなります。この2つを比べても、この What の疑問文もこれまで学習した疑問文の作り方、これを基本にしていることが分かりますね。答えは、ね、音楽って答えるので It's musicIt's music. こう答えればいいわけです。では例の3では、動詞が一般動詞の場合、これについて扱います。今度の文は You have a pen in your hand. You have a pen in your hand. ね、have を使った一般動詞の文章。で主語が言うなので三単元の S はついていません。これを Yes, No で答えられる疑問文にするときには、主語 You の前に Do を置いて Do you have a pen in your hand?最後クエスチョンマークですね。 Do you have a pen in your hand? こうなりますよね。これで持っていたら Yes I do、 持っていなかったら No I don't、 こうなるわけです。これを何を持っていますか、つまり A pen の部分を聞く疑問文にするときには、この Do の前に What、 これを置いて WhatDo you have? そしてこれペンの部分を質問するので、ね、答えがペンになるので、このあペンの部分はなくなって What do you have in your hand? What do you have in your hand?、ね、これであなたは手に何を持っているんですかという疑問文が出来上がるんですね。やはりこの作り方からもしても、このファットの文章はこれまで学習したもの、これを基本にしてできている、こういうことが分かります。答えるとき気をつけてください。あなたは、ね、手に何を持っていますか、こう聞いているので、答える人は自分のことですね。ですから主語は I が入って、 IHave a pen in で自分の手ですから、この You are の部分が前になって In my hand、 I have a pen in my hand、 I have a pen in my hand、 こうなるんですね。ここの前の部分を元の文章の You are で書く人時々いるんですけれど、こういう間違いはしないでください。今度の文は He wants to buy a new bike、 He wants to buy a new bike、ね、主語は He なので Want に3単元の S がついています。これを Yes, No で答えられる疑問文にするときには、 Does を主語の前に置いて Does He wantね、この S 消えますよね。原型になります。Does he want to buy a new bike?
Does he want to buy a new bike? Does he want to buy a new bike?、もし彼が欲しいと思ってるんだったら Yes, he does、違うんだったら No, he doesn't。 こう答えればいいんですね。で、この文章をもとにして何を買いたいと思っていますか、つまり A new bike の部分を尋ねる疑問文を作るときには What、 これを前に置いて What does he want to buy?ね、A new bike の部分は質問の部分なので What に変わって前に出ているので消えてしまいますね。 What does he want to buy? 彼は何を買いたいと思っているんですか、とこういう疑問文になります。答えは He wants to buy a new bike でもいいですし A new bike の部分だけ答えてもいいんですね。今回は What の疑問文についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。